あれどうだった、あの成績がちょっとこう赤点とか取ると練習出れないとかするなかった？練習出られないというか、僕らは平気で落とされる学校だったので。あの荒木大輔2年から1年に落ちたぞってなるわけだ。で、あの実際野球部の同級生落とされてるんで、はいはい、でみんなそこでもうふわーってなって真っ青になって、いや本当に落とすんだって噂が聞いてたんですよ。敬語で喋るんだ同級生が落ちたら。もうそれじゃ野球やめちゃうか。最初のうちは来てたんですけど、途中でもう来なくなりました。そうだよな。で本当にそれをもう目の当たりにして、ちょうど同じクラスだったんで、うん、したよ落ちるんだ本当に言ったよとかなんか言って、もうそれからは僕はだからテスト終わるともう何ですか、教員室に行って何を書いてきたらいいんだ、どんなレポート出したらいいんですかみたいな感じは、もうそれはもうレポートなの、試験じゃないの？試験じゃなくて僕はレポート出して、うん、こういうまとめてきましたって言ってこうやって持ってきました。なんかそれ大学みたいな感じだよね。いいな、俺らちゃんともう一発のちゃんとした試験やらされる。試験終わった後ですよ。ああ、でできなかったやつ。なるほど、それはレポートでいいんだ。レポートし出して、僕はだから結構教室に行って先生に行って、いやお前そうだよな、落ちたんだなみたいな感じで言われて、うん、これやっとけみたいな感じで、まあ、誰とは言わないんだけど、うん、どうだったお前試験とどうしてたんだよって言ったら、え何言ってるんですか、隣のやつ全部見てましたよって言ったら、全部こう見てこう映してたって言ってた、うん、そんなんで通るのっていうのがあったし、でも隣にいいやつが来ないとどうしようもないそうですよねそうですね、だからそれは、うん、それはそうだ、多分目がいいんだよね、それね、いいなぁ、羨ましいなぁと思ってたのがあった。学校で、槙原さんたちのとこはやっぱり点が悪かったりしたら留年とかあるんですか？ないない、留年ないんだけど練習出れなくなる。練習がダメなんですか？うん、で監督になじられるの、赤座布団とか、あの赤いキツネとかいろいろ言われてた。そう言われるのよ、それで練習出れなくなっちゃったりする。それはレギュラーでも一緒ですか？だから例えばじゃあ槙原さんがエースでこうやってバーってやってる時に、うん、槙原さんまあ取ってないんでしょうけど、うん、もし取っちゃった場合、うん、なってたでしょ、一緒で練習出れなかったでしょ多分ね、うん、もう俺はもうそのギリギリのラインをしっかりこう超えていく。例えば僕はすごく、高校野球ですごく国立球場あの時代で、思い出に残ってるのが夏の期末試験の時が大会前なんですよ、うん、で僕らはそこで合宿があるんですよ、はい、そこから夏の大会終わるまで、はいはい、で勉強合宿があるんですよ、うん、試験に向けての、はい、で勉強が終わって1時間とかなんかを使ってランニングしたりキャッチボールしたりして、うん、また合宿所でまた友達同士問題出し合ったりとか、あの成績いいやつがこうここやっとけよみたいな感じで教えてくれたりとかするのがあったんですけど、ありました僕らも、うん、だから招待試合とかあるじゃん、はい、招待試合って飛行機で呼ばれるじゃない、はい、で俺ら飛行機乗るの初めてだったんだよ、宮崎だったんだけど招待試合で呼ばれたのよ、嬉しくて飛行機初めて乗るからワクワクしてんだけど、試験週間に入っちゃうわけだよ、はいはい、試験週間のちょっとかぶっちゃうっていう時に俺ら教科書の全員持ってったもんね。そうですよね、だから試験前は、ね、試験前だから明日招待試合で練習試合があるんだけど、やっぱり勉強しないとダメだっていう先入観で、僕はどっちかというとやらない方だったんであれですけど、持ってった、はい、いや俺はとりあえず持って、なんていうのお守りみたいなもんで結局持ってったってやらねえよそんなもんやらねえんだけど、やっぱり持っていかないとダメだっつってやってた、持ってったの覚えてるわ、うん、大変だな。でも僕だからその合宿が槙原さんたちの遠征もそうでしょうけど、でその時期ね僕らの学校は遠征とかそういうのはもう極力ないんですよ。呼ばれない、呼ばれないというか来てるんですけども、あ多分断ってるんだと思うんですよ。そうだよね、あの試験期間中だから試験前のこととか、うんうんうん、そういう対象のこととかをやっぱり監督は考えてくれたと思うんで、ただその合宿がやっぱり僕らはすごくこうなんか希望というか、合宿面白いでしょ。面白いです。合宿俺らはね2泊だけしたことはないの、選抜の前に、はい、2泊しただけでも本当面白かったな。うちのキャプテンがあの笑うんだよね、寝ると寝てるとって笑い出すわけ。寝言じゃないですけど、寝言じゃないけど笑い出すのよ、怖くて。でもうとりあえずみんなで大笑いしながら録音しようっつって、あの当時ほらポーティングでカセット持ってるから、あれでカチャッと撮ってこうやって撮ってで聞かせてやっても、もう普通に普
通なんだよ、そいつね、ミスで、いってずっと言ってるんだよ。で、選抜行きますっつって、そういう、あの、うちのキャプテンとキャッチャーだったんで、俺と一緒の部屋だけど、槙原どうするって言われて、すみません、勘弁してくださいと。もう夜、笑われたら怖いんでっつって、違う部屋の、もうちょっと、3人部屋に変えてもらったこと覚えてる。怖かったよ、やっぱり。笑い出すんだよ。いって、本当に笑い出してさ。やっぱり人の、あの、そのって合宿じゃないと分かんないじゃん。そうですね、うん、そういうことがあったよ。合宿とか、だから槙原さんたち、槙原さんたちって、旅館、ホテルですか、あの甲子園は。あの旅館に2人部屋とか、2人部屋と3人部屋とか、そんな旅館だった。僕らは普通の旅館で、大部屋があって、うん、僕ちょうど1年生から3人ベンチに入ったのがいたんですよ、うん、でその3人だけは個室だった、3人部屋もらってたんですよ、それ最後まで、うん、だからその大部屋のその雰囲気が分かんなかったんで、それを今ちょっとお聞きしようかなと思ったんですよ。いや、どんな感じなのかなと思って、宿舎って甲子園の期間中って結構それ長いじゃないですか、うん、だからすごいなんか3人部屋とかってなると苦しくないですか。まあでもあんまりその経験がないんで、その合宿も2泊ぐらいしかないし、その3人部屋で、あの、まあ疲れて寝るわけだから、そんなに何もなかったね、うん、その圧迫感もないし、うん、まあこんなちょっとすごい嬉しい、楽しいな、こんな俺ら旅行に行けてなんつって。ああ、そうですね、 そんな感じがありますよね。そうするとさ、ちょうどカセットテープ、ちょうど今回のベスト10みたいなの始まってさ、はいはいはい、あの当時さ、ルビーの指輪がさとか、大都会とかさ、で松田聖子のさ、あの、ああ私の恋は、はいはいはい、あれ入場曲じゃん。入場曲ですね、俺らの時の、はい、あの歌とかがすっげえ耳に残ってて、もうでってってレレレレっつって、テラワキラの歌が流れてきたりって、ちょっと気持ちがこう落ちていくような感じでもあの頃のね、ルビーの指輪とかもいい歌で、そういうのなかった。まああの合宿場では、甲子園の時にはそうではないんですけど、合宿ですよね、あの、うん、予選の時、うん、あの時はもうカセットはもう必需品で、ウォークマンなかったもんな、こんなな、もうこういう初めウォークマン出た時すごかったよね、はい、なんかオレンジ色のミニパッドみたいなやつでさ、こう鉄のコーナーでこうやって、ウォークマンいいなと思ったな、うん、僕らのグラウンドとかだと、夏の大会の時だとちょうどグラウンドに大きな木があるんですよ、うん、だそこが唯一こう日陰になってすごい涼しい感じになってるので、要は避暑地の名前をつけてるんですよ、うん、今日は軽井沢行ってくる、じゃあ俺今日軽井沢行ってくるとか言うと、そこの木なんですよ。で、その走ってこう消えちゃう、自分の場所を取るわけですよ、ベンチ持ってって、うん、でカセットこう木のところにこうやって置いておいたりとかして。それ何やってんの、他の人たちは練習してる。練習終わった後です。あ、終わったで、練習短いんで僕ら、うん、夕方ぐらいになると遅い時間があったんで、うん、で軽井沢があって、那須があってとか、そういうところで、こう大きな木のところでそんな感じだった。いいね、早稲田も。それで優勝していつも行ってたら、やっぱりみんな舐めちゃうよね。あ、こんなんで個人権だと思ってんだでしょ。まあだから、まあ、よく高校の同級生と話するんですけど、うん、なんかこう他の学校にこんなこと言ったら絶対殴られるようになるとって、うん、だからいろいろ聞きたいんだよね、この大チャンネルはね、大好きチャンネルはいろいろね、これ自分たちの答え合わせをしたいわけだね。いや、そうです ね自分たちがどこのレベルなのか、まあ、俺たちってこんなラブにしてたんだけど結局勝ったよみたいなのがちょっとありながら、うん、そうだね、ちょっと その辺はちょっと優越感もちょっとあってでもね、俺はね、多分ね、大輔たちに今の話聞くと、大分高校の方が早稲田よりもちょっと練習長かったと思う、うん、なんか正月は、正月は一応三が日かな、休み。ああ、じゃあ一応だからそういうのは練習、グラウンドには行ってた、グラウンドに行ったりとか学校で練習するとかっていうのは休みがほとんどなかったんで、うん、それは一緒なんですよね、うん、だからこのチャンネルを見てる人たちが、うん、もう毎日休みなくすっげえ長く練習して一回も甲子園行ってないとかいう連中をこれから見る人がいるから絶対そうですよね。だからそういう人たちがいて、ここに破られてる人いるわけじゃん、はい、だから僕らは東京の時、東京都だと5期出ちゃったんで、うん、出させてもらっちゃったんで。あ、そうだ。だから他の学校はだから選抜で1校ずつ行ってるのが2つだけだから、うん、だったんで、うん、あとは夏か、夏はだから東東京だから西東京が行ってるっていう感じで、東京の学校は行きたくなかったな、この話って思ってるやついるよねその荒木大輔がいたから勝てなかったと思ってるけど、荒木はすげえ練習してたんだと思ってるじゃん。いや、もう知れ渡ってます、当日はやんないっていうのは。というのは
あの秋の大会終わった冬の練習期間って結構走り込みとかすごいじゃないですか、うんうんうん、そういうのが当日のグラウンドからちょっと離れてるんですけど、ランニングして北の丸公園ってあの靖国神社のところにあるんですけども、はいはいはい、でそこの公園で二松学舎とか学校近いんですけど、はいはい、あそこはすごいトレーニングしてるんですよ。いろんなさっきだったなんか芝生の周りからそのくらいの子で、ゴムの、そどこにグラウンドあったの？グラウンドは武蔵杉って練馬の方なんですよ、はいはい、だからそっちは行かないで、要は学校でジャージに着替えてランニングしてそこまで走っていくんですよ。なんかその話聞いただけでもなんかランニングだけなんですよ。要はジョックしてただけです。それで向こう着いたらゴムのなんかフットボールの形してるやつでちょっと遊んで、みんなとこでやーってやってやーって、でその周りを二小学生が練習してるんですよ一生懸命で、僕ら二小学生で一回も負けなかったので、だからそれは二小学生のやつらはよく言ってました。それ、うん、意味が分かんない意味が分かんないわ、そりゃ確かに。